水木ありがとうございます。香里さん、配信よりコメントが届いております。はい、ご紹介させていただきます。はい、松浦明人さんからです。はい、ラジオでは大変お世話になりました。とんでもないです。頑張ってくださいね。はい、頑張ります。水木ファンの会一同の皆さんです。はい、ありがとうございます。いつもの明るさで会場に花を咲かせてくださいね、はい、と。ありがとうございます。配信のご覧の皆さんに一言お願いいたします。はいはい、ありがとうございます。私もこの配信というのは、自分ではやったことないんですけれども、今日は配信されるということでね、大変本当に喜んでおります。どんな化粧をしたらいいかな、どんな着物を着たらいいかな、なんて思いながら、考えて、このやっぱり自分のこの歌のポスターで、ポスターの着物で今日は出させていただきました。今は桜の季節ですので、桜の着物でやってまいりました。よろしくお願いします。はい、見てるね、皆様もどうぞ、この体に気をつけて、まだこれからも大変だと思いますけど、過ごしていただきたいと思います。今日は本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の曲のご紹介をお願いいたします。はい、はい、おかげさまで、これは実はもう6年前になります。30周年記念曲ということで出させていただきました。この歌を、出してからちょっと2年間というのはあんまりいろんなとこ行けなかったんですけれども、今日またこういったたくさん、ね、いらっしゃる皆様の前で歌わせていただける、本当に幸せです。聴いてください。海峡未練です。ありがとうございました。お体に気をつけて、またお目にかかるのを楽しみにしております。ありがとうございました。
水木香織さん、ありがとうございました。いただいて帰ります。よぎりのがんに包まれて静かに眠る、ブーブーブーシャット、ブー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 シャット。 Thank you。 今にもじゃあ泣き出しそうな、どこどりの滝のたもとで、何をしたいの、恋さん一人声かけたいな、おさくの人いるのか、笑っているのか、仲間はどれに掴んだあなた、行って晴れたの後を振り向く、好きです札幌、好きですあなた、好きです札幌、好きです誰よりも、雪の重さに耐え抜いたライラックの小枝に花が咲く頃、爽やかな風とともに訪れる、恋の気配に振り向けば緑に映える赤レンガ、好きです札幌、好きですあなた、好きです札幌、好きです誰よりも、道行く誰もが見えるよ君に、二人で帰ろう出会った街へ、胸にしっかり抱きしめたなら、話はしない、もう二度と、上海尋ね人、投げた別れの横波が、ザンザザ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 ンザザ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 ンザ
揺さぶり回す熱い血潮がのたうち回る
ャミは抱いても情けはんだけぬ未練から恥が騒ぐよされよされと流れ